大工の仕事をしながら盛んの仕事もする職人ポンコツマッチョ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、どうもー。さあ、そのまま実践に行きたいと思います。さあ、昨日はですね、反対側の床のね、値段とか説明したと思いますが、こちらはですね、もともとはお家ではなかったところです。そこをですね、お部屋にするという斬新な工事ですね。そして残念なことに、このカメラの裏側は入り口なんですよ。入り口は昭和のね、ガラガラガラーの大きい扉なんですけど、まあそれは変更すると。まだサイズとか何も決まってません。そして、高さが結構高いんですよね。FL、フロアレベル FL って言うんですよ。建設用語とかですね。で、その高さがですね、この今の床から約30センチあるんですよ。ですのでね、入り口をね、どうするかってのまだ決まってません。そんなの関係ねえと、このままもう勝手に作ってやろうと、大きめに作って切断するっていう方法でやっていきたいなと。それでは動画進めていきますので、まずこっから止めていきたいと思います。よくぞご覧あれ。はい、それでは実践いきたいと思います。さあ、こちらの90の割をですね、この大引き、こいつにですね、つけたいと。そして皆様方、お前は本物の大工じゃないという、よくコメントが来ます。正解素晴らしい。私は三流以下の大工でございますので、その辺はよくご理解いただいてご覧ください。三流以下でございます。それでね、この強力なボンドをここにつけてます。それでね、レーザーで高さを測ってるんですよ。それで一人なんでね、僕はいつもこういう長物天秤になるじゃないですか。だからここに90のコーセレットのビスでね、ここにね揉んでるんですよ。だからこれをこう置くだけでね、わかります、わかりますか、聞いてますか、元気ですか。こういうことをやっちゃうね。で、これとりあえず仮置きにします。こっちから決めていきたいと。それでですね、今上にレーザーが見えてるんですけど、1032っていう寸法なんですよ。それでここも柱があって、わかりますか、こう書いてるって言うんですよ。書いてるってこう書いてるんじゃないんですよ。おい、書いとけって言われてこう書いたら怒られますから、親方に。これをね、まずはここに、固定したいと。おかしいおかしいな。スッポが合わないな。私またフォーク設計間違えてますね。今ちょっと切り直していきたいと思います。はい、またいつもいつも間違えます。実は大工さん結構間違えるんですよ。それで今これノリ塗ってるでしょ。これでね、まずこれで立ち込んでるんですよ。で、高さを測ります。はい、これでね、まず木が反ってるんで、下から仮に打ってみたいと。これでもう一回測ります。おぴったりだね、ぴったりラッキー。ちょっと反対側がね、レーザーで手来てないんで、一旦これで止めていきます。ちょっと1ミリ上に上げたいな。で、実はこれ相手がわからないんですよ。で、こういう時はこの長いビスは打ったらダメなんですよ。なので65のスリムでいきたいと思います。さあ、めっちゃ見開いて、よく見といてください。この茶館工事が難しいか簡単か、さあ何かいるものがあるかで、ね、いきますよ。バケツがないとかね、なんとかないとか言うんですよね。仕事もできない人間はね、このインスタントセメント、これで、ね、で、これこうするわけですよ。これはあくまでもバケツがない時ですよ。普段はこんなことしないんですよ。で、本当はスコップとかジョレンとかで寝るんですよ。要するにないわけですよ。そしたら、まずここに山作ります。小学校の時、やったでしょ、子供の時に。ここに、この水入れます。こう。で、やった記憶ない、こういうこと。これこうすると、こうして、こうしていきます。で、こうして、こうしますよ。こうでしょ、これこうするんですよ。で、また山作るんです。ね、で、こう土手作ってね、やったことないですか、子供の時に。これこれはこうやって、こうやって、これね、何もない時ね。で、こうやってまたこうやってやっていくんですよ。こうやってやったことない、これ難しい、これ難しいか。どうどうですか皆様、これこうするわけですよ。で、また土手作るんですよ
これの繰り返しで、また水入れるぞ。ないからやってるんですよ。普段は船とかね、一輪車、猫とかってやるんですよ。で、こうするんですよ。同じです。これの繰り返しで、ね、ちょっと水がなくなってきたから、一回動画止めますけど、まあ、要は、これをずっとやっていって、こうやって練っていくと。そしたら周りも汚れないでしょ。で、この後は、まあ、練り上がって、これがずっと同じことを繰り返したら練り上がるんで、その後どうするかお話したいと思います。はい、それでは行きますよ。今こう練り終わって、隣に倉庫あるんですけど、これがちょっと鍵開いたんであったんで。で、こう行くでしょ。これは、本当は、まあ、ボードなんで水に弱いんですけど、滑りが悪いんですよ。それでちょっと水かけます。ちょっとでいいんですよ。こんなの。適当ですから。それでね、こうするでしょ。で、こうするわけですよ。ね、いきますよ。こういうことですよ。わかりやすく。こういうこと。こういうことね。こういうこと。こうやってやるんです。シャカンっていうのは。今ちょっとね、ぬるいって言うんですよ。やばいとかね。で、こうなったやつを、こうやってブロック積むんですよ。こうやって。で、わかる？もう一回いくよ。こうでしょ？こういって、ね。こういうするんですよ。わかりますか？ちょっと今ね、久しぶりにやったから、僕ブロックを全部積むの。ブロック積む大工さんですよ。飛びもする大工さん。道路舗装もする大工さん。防水もする大工さん。楽しいね、人生。建築業の全部する大工さん。そういうことですよ。ね。それで、これを、ね、ここの、今、行くでしょ？こうするでしょ？そしたらこんなの、シュッて投げたらいいんですよ。ちょっと。で、こうすると、まあこれちょっともうここで行くけど、ね。それでどうするかというと、こんなの、大体でいいんですよ。ね。それで、水平器あるから、例えば、こういうやつ仮に置くんですよ。これをこうする。それで、これで水平見ます。でね、やばいから、もう手で押したら水平になります。もうこれでいいんですよ。これで取るでしょ？で、あとは固定で、で、ある程度固まってから、もう一回綺麗に水平合わせますから。そしたらもう、この塚に、この上に置けるっていうね。どうこれ難しい！こんならすぐできますよ。なんか学校とか行かないといけないですよ、盛んと。現場なんでもすぐブロック積んだらいいんですよ。小学校、もう3年生でブロック積めますよ。はっきり言って。ね。それをね、ずーっとブロック出てばっかりするんですよ、こういうので。これで簡単ばっかりするんですよ。やめろ、その指導方法。すぐやらせろ。そういうことです。さあ、やってまいりました。最後までご視聴いただいた多くの皆様方、ありがとうございます。とんでもないお話いたします。とんでもない お話です。もう本当にとんでもないお話です。ビビるなよ、ビビるなよ。そして、一部のファンの皆様、ありがとう。皆様のおかげで、皆様を思って発信した結果、とんでもないことが返ってきた全ては皆様のおかげです。ありがとう。ありがとう。本当にありがとう。いつもコメントくださってる。名前言わないけど、ありがとう。何がとんでもないと思ったかというと、なんとゼネコンの一時下請け業者、さあ法人立ち上げ決まりました。おめでとう。大阪で会社設立します。法人の宮古工務店代表取締役社長、もうあと1ヶ月で会いに吉川てるまさなります。おめでとう。それだけではございません。どうも。はい、行きますよ。はい、建設業の全ての仕事ができるような条件を満たしました。おめでとう。私全部の工事何億でも受けれますよ。視聴者の皆様、ビル建てれますよ。スカイツリー建てれますよ。私はできる権利を手にしました。これは知ってる方ならわかるかもしれませんけど、歴史でこんなことはありません。なんせ私は3000万借金ある、携帯電話の名義にも自分で持てないす。で、ような、日本から見れば、クソ野郎です。クソ野郎の何の価値もない、で、人間です。ですが、どうでしょうか。そんな価値のない人間が、ゼネコンの一時下請け業者の経営者になれますかね。さて、次行こう。次もう一個行こう。なんと、私、プロダクションの経営者になりました。おめでとう。所属タレント2名。ね。YouTuber 2名。ね。1名、ここ。ここは行くよ。こいつは、この YouTuber はやりよるよ。この YouTuber が1名ね。これ稼ぎ頭。こいつが行くから広告収入。そして、スタッフ2名。合計4名で。総合エンターテインメント LOL こちら立ち上げました。おめでとう。実はこれもう8年前から作ってます。嘘じゃないよ。美和工務店も8年前から、もう10年ぐらい前から作ってるの。ただ、ちょっとずれてたから、ね、遅れたけど、
私全部計画してやってるの。お金がないって言ってるあなた、お金なんかあなたより私の方がないです。あなたが足りてないのはここですよ。お金なんて作りゃいいんだよ。なんとか頑張れ。なぜ人を批判する。うまくいってるやつの真似しろ。俺の真似をしろ。これで大体うまくいきますから。人を批判する前にいいところを見ろ。だからあなたは幸せになれない。僕はいいところしか見ないからいつも幸せです。批判コメントをすることで自分の心はどんどん腐んでいく。これは間違いない。この世からアンチコメントが消えればいいんだ。いいところを見ろ。何回も言うよ。いい人のいいところを見ろ。だからあなたが出世できない。仕事が来ない。全部そうなんだ。ということで明日は厳しい動画作りたいと思います。忙しいということでまた明日バイバーイ。はい、みんなでバッとよろしくお願いいたします。Can you tell me what you want?